これもっとやばいよ。このチャーシューの量見てくださいこれ。ほんでこれが、チャーシューですね。生まれも育ちも京都のおっさんが京都をメインにたまに全国各地でうまいものを紹介する元祖京都食レポチャンネル。チャンネル登録お頼申します。京都へおいでやす。どうもミスター京都アキです。あ、どうもタックンです。はい、今日は京都府久美山までやってきました。ほんで今日はね、去年オープンしたけど行けてなかったラーメン店に行こうのコーナー。はい、今日はね、久美山に去年の4月にオープンいたしました元ラーメン雄三郎さん、二郎系の美味しいラーメン、そちらがあったラーメン店の跡地、はい、麺屋キヨさん、はい、8選にしたいと思います。よし、食うぞ。美味しい買い出しラーメン、よろしくお願いします。そしたら行ってくるぜ。ゴーゴーゴートリプルゴーレッツゴー、行ってきます。はい、そしたら久美山1号線、はい、こちら麺屋キヨさん、元麺屋雄三郎さんの跡地です。去年4月にオープンいたしましたけど行けてなかったラーメン店、はい、行ってみましょう。八区、まだけ、黒地区。あ、俺黒い区は黒食べたことないんで。ほなこれ行くか。俺の肉増し、メガチャーシュー、これ、はい、これで行くわ。これで決定。よし、ミスチルなんですよね。ミスチル一回前ね、京都駅前でね、これ普通の食ってるんで、今日は黒です。黒でいきます。これの肉一番多いやつのチャーシュー丼。おたくん、何言うて。自分は、一番、人気の会計ラーメン。あ、一番シンプルなやつだな。そうですね。これうまかった、お前。俺もこの黒い醤油、はい、ブラック。ここは二日用には持ってこい。二日用あるよ。二日用には持ってこいから。はい、ということでやっていきましょう。ずっとね、気になってたお店で来たかったんですよね。ミスチルファンならみんな大好きなお店、はい、ミスチルの映像が流れてます。いやー楽しみですね。今日はね、食べたことのないブラック濃い醤油、醤油独特の辛さにフルーティーな鮮やかさを加えた苦み、甘み、酸味をすべて兼ね備えたラーメンですということです。そちらをチャーシューマシマシにして注文しましたので、よろしくお願いいたします。はい、やばいな、これチャーシューね。これ普通っす。普通にこんな肉入ってんの。あ、普通っす、これ、むちゃくちゃ肉すごいやん、これ。これすごいっすよ ね、なかなかボリュームすごい。普通チャーシュー麺並みやん。そうっすね。ほんで俺の黒地区、これもっとやばいよ、これ。このチャーシューの量見てください、これ。うまそうなレアチャーシュー、これ。ほんでブラックスープ、ほんでこれが、チャーシューですね。じゃあ、タッグ行ってみるや。八区です。一番人気の買い出しラーメン。あ、スープかな。うん、スープ。わー、スープ取るな。うまそうだな。うまそうだな。あ、うん、あっさりしてるんですけど、うん、ちょっとポンポンあって、おー、貝の出汁効いてんの。効いてますね。おー、食べやすいです、うん、ということです。食べやすい。じゃあブラック。もう肉が多すぎてね、スープが出てこないですけど、こんな感じの色です。うまそう。よっしゃ、いただきます。うん、ここのブラックうまいな。あれや、新福系や。新福に甘いめの醤油を使った感じで、新福系や。これハマるわ。飲んでみよう。うまい。
新服やろ。これうまいわ。なるほど。これは買い出しなんかな。もうほんま結構新服系なんぞ。甘みの効いた。むっちゃ美味しい。チャーシューもこれレアチャーシュー、ごっついのがこれ。ごっついのが。ほら。ローストポーク。チャーシューローストポーク。レアチャーシューですね。うまい。ワインが飲みたくなるチャーシュー。さて麺はどうでしょう。これ自家製麺やで。自家製麺いいね。中太のちょっと太めのストレートいいね。いやこれからこの店来たらおそらく僕はこの黒チグ頼みますね。美味しい。麺もこれブラックに染まってエグゾ麺バーゲンじゃ。麺もツルツルやな。うまいな。独自のあの多分全粒粉の麺やなこれ。歯ごたえあってコシもあって最高。じゃあチャーシュー丼いくぞ。うまそうだね。これ単品やったら250円。安い。チャーシュー丼いくぞ。この卵炙った半熟卵。香ばしい。むちゃくちゃ香ばしい。半熟ですよ。しかもうまい。うまっ。この美味しいレアチャーシューのおそらく端肉ですね。食べ応えあるよ。これ250円安いやん。うまい。まあタックのスープもだけどね、タックの方がまともに買いだし。このブラックはどうなるの。うまいわ。もう醤油の強烈な旨味がねすごいですね。もうあの味変アイテムないねここ。でもブラックペッパーが合うかなっていう感じですね。チャーシューにペッパーはかかってるね。これこのメンマ独自のメンマ。うまっ。うまいわ。ちょっとこれうまいね。醤油バリバリうまいね。ほんま。コクがあって。うまかった。新福とか久慈からラーメン浜の橋立て今はもうないけど、あの辺の辺りのラーメンにそっくりじゃない、うん、甘いめのまろやかな新福さん感。これハマるわ。ほんまうまい。皆さんぜひ食べに来てください。はい、むちゃくちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。うまかった。ごちそうさまでした。たっくんも完食どうだった。めっちゃ食べやすかったですね。うまかったね。めっちゃ美味しかったですね。タックのは買い出しの香りがすごかったね。そう
ですね、うん、食べたことなかったんで、うん、よかったね。俺もよかったわ、ありがとう。はい、ということでごちそうさまでした。たっくんうまかったね。めっちゃ美味しかった。めっちゃうまかった、はい。あのね、今店長さんと話してたんですけど、買い出しはたっくんの食べた何やったっけ、ハチクそれだけみたいです。ほんで後のやつはあの鶏ガラっていうことですね。もうほんままろやかな甘みのあるシンプルサイカンみたいな感じでうまかった。ほんでね、タックのチャーシュー麺ちゃうね、あれ普通のラーメンであんだけ肉が入ってて880円。安いっすね。いやびっくりしたね。なかなか見ないっす ね。あれだったら多分もう1000円ぐらい取られるね、普通の店だったら。ということで、むちゃくちゃ美味しいラーメンが久美山に、はい、ありますんで、皆さんよかったら食べに来てください。いや僕もまた来たいと思います。ということでごちそうさまでした。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ご視聴いただいている皆様、せーの、愛してます。ありがとうございました。また滋賀県行くぞ。ありがとうございました。